そういうこと知らん、そういう乗り方知らない。はいどうもー、やだやだ、それやだ、やらねえんだそんな、そんな、はいどうも、出てきちゃったじゃん、出てきちゃったじゃん。なんだっけ、今日はリュックの話だっけ、はい、リュックの話です。初めてね、江ノ島にこれで行った、ね、これでどっかに行ってみたいなって思ってたよね。うん、だからもともとほら車移動もまあするけど、結構電車移動が多いんだよね、うちらはね、うん、だからまあ普段はバギーをさ、エアバギーをいっぱい使ってるんだけど、バギーわかんの、バギーわかんの、今首ひねった、バギーで電車乗ってっていうのが基本スタイルだ ね。で、あのこれ何のために買ったかっていうと、バスで、うんうん、移動するときよ。で、バギーはあれなんだよね、あのエアバギーすごい、またちょっと別の回で説明したいけど、うん、めちゃくちゃいいけど、バスに乗るのはちょっと大変だよね、あれね、うん、2回下ろさない、ね、2回とあと荷物を、うん、3回ぐらい下ろさなきゃいけなくなるから、まあ、あれだな、終点とかの場所だったらいいんだけど、そうだね、乗るときはほんと3回ぐらい下ろすから、あーでもやっぱり犬飼ってる人はそうなんじゃない、犬用のなんかとかさ結構荷物多いんじゃない。うん、でもほら例えばトイプーちゃんとか、うん、ちっちゃい子の場合はさ、そこまでじゃない、このスリングみたいな、スリングで、うん、のでいけるけど、うん、まあ犬用じゃない、ブレブル用のスリングはあるけど顔出ちゃってるしね、ちょっと大きいよね。そうだね、うん、まああと体重もさ、ブレブルの場合はかなり重いから ね、 そうね、スリングでずっとちょっとしんどいじゃないっていう気がする、うん、まあちっちゃい子もいるから、ちっちゃい子だったらいいけど、なんかすごい話聞いてくれたね、ありがとう、どうしました、ありがとうございます、いいんだよ、指定してて、うん、そして話を聞いてるわけではない私は出たいんだ、出ていいよって言ってみたいな感じかもしれない、うん、もう一回はいって言っちゃったからね、うん、やってみたら、何だ、はいどうも、うん、はいなし、いやいや、さっきと同じことです。はい、どうもなんか、なんかただひたすら俺滑ったみたいな感じ滑ったな滑ったな、やめね、滑ると爆笑してる、何の話なのちょっとずれたんですよ、またずれるとさ、長くなるからさ、すごい長くなってるけど、これバスのだから移動だと結構大変だから、うん、バス移動だったらリュックだよねとか、うん、あと災害時だよね、そうそうそう、災害時の緊急避難の時に、まあバギーでいろんなとこ歩いていくっていうのはさ、あのバギーがね走れないところもありそうだしね、うん、っていうのの避難用だね、避難用でと思って買ったんだね、リュックを買った、クレートはクレートであるんだよね、実は、ね、クレートはクレートである、でもクレートございます、使い方がこう、なんか変だよね、うちのクレート、いや、なんか結局クレートだからめっちゃ重いじゃん、あのプラスチックの結構頑丈なやつでしょ、うん、でもあれってさ、結局こう片手でさ、持つ感じじゃん、うん、うん、だからそれはずっとは持てないよね、あの状態で10キロ、十何キロってなるとね、うん、だからやっぱりリュックタイプにするか、ね、まあバギーみたいな形にするかじゃないと、あとね、おかかに微妙に、これも同じなんだけど、おかかがなんか胴長だから、ああどうしてもさ、ぴったりだと思うね、まあクレートね、うん、一番だから移動できるので一番いいのはバギーだけど、あれだったら腰もね、そうだね、うん、まあまた今後話すけどね、サイズも変えたからね、バギーね、ああそうだね、その辺もなんかおかかっとって、ね、バギーの話の時にそれもすればいいけどね、うん、リュックタイプ別にあるけど、縦みたいなタイプだとちょっとおかかの腕だきね、はヘルニアのちょっと怖さがあるから、いや、もともとさ、フレブルはあの縦だきあんま良くないって言われてるじゃん、うん、そもそもだから、まあ骨にさ結構奇形がある子が多いじゃん、フレブルって、うん、まあ、なんか縦だけ気をつけましょうっていうのあるから、ね、あのリュックみたいなやつで縦に長時間ってなるのがちょっと心配かなと思って、うちは使わないよね、うん、縦に入れたまんま結局歩いちゃうから、うん、そうそうそう、縦揺れしちゃうんだよね、うん、まあそれが大丈夫な子は良くないのかもいいんだけど、そうね、うん、大丈夫な子もいる、もいるんだけど、ね、いるけど、うん、やっぱヘルニアになりやすいとは思う、うんうん、ね、
まあ、なんか縦だけのリュックの時にはやっぱりジンバル歩きをしてもらうしかないね。あ、言ったじゃん言ったじゃん今ジンバル歩き大好きそうだ、その方が揺れないだろうって言って、まずこれ紹介するし、うん、どんな感じになってるか、ごめん、ね、ほぼ見えなくなっちゃうけど、マンダリンブラザーズ、マンダリンブラザーズって、これ見てるかな、一番新、今は一番新しいやつなんじゃないかなと、また新しいのって言ったら分かんないけど、うん、でもこのタイプっていうか、こういう大きさのやつでもう一個検討したのモンベルがあったわけじゃないですか。モンベルにしなかったのは耐荷重が10キロ以上じゃなかったんだよね、あ、10キロだったのかな、8キロだったのかな、ちょっと忘れたけど、うん、一番大きいのでもおかかの体重その10キロぐらいでギリギリっていう感じだったから、うん、まあちょっと心配だねって言ってやめちゃったんだけど、このマンダリンブラザーズは15キロですね、耐荷重が、うん、15キロ、はい、メッシュ部分がね、うん、ここの中が顔を出してこう顎のせって、なんか顎のせしてるところ、これだからさ、どっから入れるのかっていうと、こっちこっちから入れる、ここでペラミン、すごい毛がついてる、入れる、ね、まあ、あとはこの上だよね、真上から入れれますっていう、うん、江ノ島の時は真上から、もう上からやっちゃったね、なんでかっていうと一回練習したり、ね、あ、家にいる間に練習はしてたんだよ、うん、なんかやっぱり下がってきちゃう感じがあるから、うん、こっちからの方がね、うんうん、メッシュ部分が多くないと結構熱くなっちゃうけど、そうそうそう、まあ上はさっきも見せたとおりメッシュ、メッシュね、で、あとここもメッシュですね、剥がしたのがここにできます、こうやって、うん、なるといいなと思ったりする、うん、ここにこうやってなると上もよ、うん、全部が開くから夏に、あーなるほど、ね、通気性はいいなと思った、なるほどね、確かにね、これあれだよね、ただでも日よけって意味ではいいんだけどね、うん、上がさ、せっかくこうメッシュなのに、そう、これ蓋をこうやってやっちゃ う, ちゃうから、これがね上開いて、せっかく通気性あるはずなのに、そうね、そうね、ちょっとその辺が、うん、若干思っちゃったね、確かにね、私このチャックが何て、何を見えるんですか、ちょっとわかりませんけど、保冷剤みたいな、保冷剤入るかな、まあ、これ、まあ、マット引いたりとかすれば、なんかこの辺に、ね、ポッケは一応あるよね、まあでも、なんか収納できるっていう感じじゃないね、うん、まあ、そういうわけではない、そう、正常の収納はないです、ないですね、江ノ島の時もベルトしてたじゃん、あ、してたね、もうなんか、位置が、位置がこれね、この、ここでしょ、うん、通常はこれね、山用のリュックとかだとですね、これを腰に、うん、腰に当たる部分ですね、これが、うん、腰でも体重を支えるから、荷物の重量を支えるから、うん、結構安定するんですよ、安定するし、肩に全部かかんないから疲れにくいっていうのがあるんだけど、うん、まあ、ここのさ、なんていうの、この、この長さ、うん、この長さが多分もう決まっちゃってるから、うん、ここが肩じゃないですか、うん、でここが腰にならなかったですね、私の場合はね、私の場合は腰になるんだけど、なんか若干尾てい骨に当たるっていうか、あ、まあそういう場合もあるよね、ここの長すぎて、うん、だって普通のリュックはさ、うん、まあでもあれか、男性用と女性用でサイズ違う、まあ、そうだね、うん、別にオールマイティに作られちゃってるから、うん、まあ、でも多分だから、うん、あの男性にとってはここが狭い、女性にとってはここが広いってことじゃないですか、そうだね、どっちも合わない、私もだってね、だから100、まあまあ合わないわけだから、これ160ちょっとの人だったらちょうどいいんじゃない、あ、多分そうだね、使ってみてダメだったところがそこでしょ、この寸法と、うん、あとはこれ、これね、この上のこのこの部分はファスナーで開閉するんですけど、メッシュをね、うん、これが ね、めっちゃね動きが悪いこれ、こんな動き悪くていいんですかっていうぐらい悪いですよ、これ角が特に、角がね、角のもうちょっとスムーズにしてほしいね、これ、うん、なんか行くときは行くんだけどね、そう、なんかね、作りが頑丈ですごいいいから、ここのファスナーもうちょっと改善できたらいいねっていう感じですね、うん、ハウスハウス、自分から受けるか、頑張れ頑張れ、上手上手、持ってちょうだい、上手じゃない、
ちょうだいお菓子。私が食べる。食べんの？パス。頑張れ。必死にこう入らないで取る手段はないものかって。覗き込んで。ふかちゃん出てみようか。よいしょ。いやー出てきた。モリッと出てきた。よし。入ってみましょう。入ってみて、はい入ってよかった、よいしょ、よいしょかか、よいしょ、なんか一生懸命ここで耐えてるね、はいそうそうそう上手上手上手、待ってて、でっていうね、だから横からはおパパさんはちょっと入りにくいので上からね。入れてます。すっごい訴えてる、また。どうした？でね、ここがね、さっき言ったとおり、あんまり締まりにくいですね。ほら、見て、訴えてる。あ、もうすごいですね。うん、今日も訴え中。うん、訴え中、そうです。うんって言ってたね。それで、すごい訴えてる。訴えてる。では、上から入れました。はい。で、あの電車からね出す時とかは、まあ、しょうっていうのがもう難しければ上のこれを持ってこうやって、うん、まあ、すごいお顔だよ、おかかん、うん、でもやっともう今出してっていう、うん、アピールだと思う、うん、そこまで狭いわけじゃないんだよみたいな、ね、もうすごいよおかかさん。それで、こういうベンチみたいなところがあると、うん、そうだね、やりやすいかもしれない。で、勝負っていうのができるんで、うん、まあ、まだやりやすいかなと。うん。こうやって。うん。うん。ブーって。まあ、これで立ち上がる分には、そこまで大変ではない。うん。私もそういう感じでやってる。女の人はその方がいいと思う。そうですね。で、まあ男性の場合はこういうところがなければもう下から持つしかないけれども、ここからやるときにこうやって持って、うん、こうやって、うん、でこれが傾いちゃう可能性があるのでこうやって、まあ、傾かないように傾いてますって言ってません？傾いてませんよ、ね、傾いてないね、まっすぐやってますよ、うん、こういう感じで、うん、動きましたって、ね、はい、こうやって持てます、はい、で、移動するときは移動するときは、こうやってこう移動すると縦揺れしちゃうからやばいやばい、こういう動きでいいですか、やばい、こういう動きでやばいわ、まあ、こう動きはもうマストというか、うん、持つときも結構、うん、重さがあって危険だから、うん、気をつけてくださいっていうことですね。まあやっぱりあのこうやって持ちながら下ろすとまあ、まっすぐ下ろせるけど、まああのベンチがあったらベンチを使うことをお勧めしますね。そうだね。結構危ないんで。うん、まあ、こんな感じで、うん、まあ寝るっていうのは結構難しそう、寸法的にね。うん、おかかは特に胴が長いんで、うん、横から見ると、うん、こんな感じね。恥ずかしい裸んぼだから恥ずかしい何それ、わかんない恥ずかしいって恥ずかしいって言っちゃってね、うん、まあこんな感じなんでちょっとずっとこれは結構しんどいかなとは思うね。だから、うん、まあ長距離、例えばあの新幹線とかさ、うん、電車で長い時間移動するっていうのもうちらやったりするじゃん、うん、まあ、そういう時にはちょっとこれはかわいそうかなっていう気がするので、まあ、1時間いかないぐらいの移動だったらなんとかなるかなっていう感じですかね、うん、ちょっとバスとかね、うん、まあ、今回ちょっとほら江ノ島でエスカーで上に上がったりとかしなきゃいけなかったから、うん、リュックじゃないと厳しかったっていうのあるけど、うん、下りは階段だしね、あれね、全部そうね、バギーがダメじゃんっていう話、うん、あ、そうだね、そうだね、うん、バギーがダメで、あんだけの階段を小脇に抱えていってもいかないから、うん、まあ、やっぱりリュックじゃないと厳しいかなっていう感じですけど、うん、犬に対しては負担はやっぱり大きいから、まあ短い時間で済むに越したことはないねって感じだね。うん。出す時は、こ
を開けて出してますね、うちは。はい、出れる？あ、待って。あ、でもあれじゃん、顎の背とかいいの？顎の背できたよ。まあ、ここじゃないんだよ。え、違うの？いや、ほら、なんかあの、あれなんて、で、バギーの時とかはさ、うん、バギーの端っこに顎乗せて寝たりとかするじゃん。うん、で、おかかがちょっとしんどそうだったのは、帰り疲れてるんだけど、うん、中でこうやって、本当はこれ閉じてるじゃん。うん、閉じてる状態で、中でどっかでこう顎乗せしてさ、動画でちょっと撮ったけど、まあ、本当に疲れたら、下にこの丸まってね。うん、寝てたね。ま丸まって寝てたから。寝れたのもまたすごいけど、まあ、一応丸まったら寝れんのかなっていう感じだけど、うん、まあ最初言った通り、おかかあのヘルニア持ちなので、うん、あんまりよろしくないね。下に丸まって寝てる時間が長いっていうのはね、ちょっと。まあね。うん。ほんとギリギリだよね。ギリ、もうほら、パンパンですもん。うん、もういいですかって言ってるね。はい、はい、じゃあ出ましょう。ありがとう、かかさん。ありがとう。ありがとう。よいしょ。はい。出ました。よいしょ。はい、よかった。かかさん頑張ったからおやつ食べよ。はい、ウェッティー、ウェッティー。なんか終わりにいいの、そこで。そうなの。どういう終わり方なの、これ。ウェッティー、ウェッティーって終わってったけど。はい、じゃあ今日はリュックの紹介動画でした。まあなんかリュックあれだね、アマゾンで売ってたよね。アマゾンで売ってた、うん、だからまあリュックの詳細は一応概要欄に載せておきましょうか。うん、興味ある人は見てください。1万5000円ぐらいだった。ください。そう、アマゾンで1万5000円ぐらいだったね。うん、はい、じゃあ見てください。またねー、またねー、またねー。似合ってる、似合ってる、似合ってる、似合ってる。またねー、またねー、またねー。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ポチッとしてね。いいねもしてね。またねー。